こんばんは。今日は購入品紹介をしたいと思います。まず1月16日病院の帰りに年明け初めての買い物に行ってきました。ね、まだ在庫の方があるので買ったのはほぼほぼ野菜です。それでは紹介していきたいと思います。レッツスタート。まず大葉、カットネギ、節約の味方もやし、大好きなトマト、いっぱい入って安かったです。そして何にでも使える春キャベツ、よいしょ、これとブロッコリー、小松菜、水菜、もう水菜は万能なので毎回買います。新茶が安かったです。きゅうり2本、人参3本入り、絹ごし豆腐3パック入り、赤卵1654円でした。こちらは今月末までの予定の食材を買いました。これでちょっとせこせこせこびってしながら晩ご飯を、月末までの晩ご飯を作っていきたいと思います。また料理の方はどんどん動画にアップしていくので皆さんよろしくお願いします。2軒目のスーパーの購入品です。購入品っていうか、こちらはポイントで購入しました。まず焼きそばの麺3つです。これが1個29円です。あ、違う、1個30円で、これめっちゃ美味しくて今ハマってます。これが95円、そして納豆、こちらが84円です。そして、これが105円です。と、これだけでポイント利用したので、374円の支払い額が
ポイント利用でゼロです、まあ、これはもう焼きそばが食べたくて買いました。で大好きな納豆、これは朝昼兼用のパンです、まあ、毎回朝昼兼用パンではないので、これを冷凍したりとかして持たせようと思います。前に買ったこれもポイントで買ったパンがまだ余ってるんで、1,2,3,4つ余ってるんで、これで持たせたいと思います。月末までの、今月末までの買い物は以上になります。それでは節約生活を楽しみたいと思います。イエイ。こちらで副菜を作っていきます。それではレッツスタート。すごい立派なブロッコリー、ちょっとブロッコリーが大好きなんでよく買います。焼いていきます。副菜を作っていきます。もやし、もやしはすごい傷みやすいので、足が速いので、買ってきたらすぐにボウルに水を張ってもやしをつけておきます。毎日水を変えていったらもやしはシャキシャキのまま長持ちします。さらにこのままもやしを、少し多めに油を入れます。お水、バフのあんを作っていきます。1品目完成。副菜作っていきます。今日は私ちょっとブロッコリーの芯が好きなので多めに入れます。あーちゃんも好きよ。ちょっと身内に不幸があって、もともと不眠症なんですけど、一段とちょっと寝れなかったので、今日はちょっと鼻の調子が悪いです。副鼻腔炎の調子が今日はちょっと絶不調。あ、美味しい。完成。最後はメインを作っていきます。使いかけのしなびた、
タミナ焼き完成です。それでは盛り付けていきます。とりあえず葉っぱこれは明日のお昼用です。ご飯よそってきます。お味噌汁は今日はちょっと売ってないのでこちらをいただきます。ヤマーのフリーズドライのお味噌汁です。これが私めっちゃ好きなんで、お湯が沸くまで卵焼き、夜ご飯できました。では運びます。あたしゃ、いただきます。お疲れ様です。美味しいんですよ。もやしと卵だけなんですけど、材料は。和風の天津もやしです。美味しい、これめっちゃ美味しい。うん、うん、うん。ブロッコリーのごま和え、うん、うまい、うん、うん、
おいしい。簡単な晩ご飯でしたけれども、めっちゃ美味しかったです。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。美味しい。もちっとしてる。もちざたはすごいもっちりとして、もっちりとしてめっちゃ美味しいです。ほんまに疲れてる時はどうしてもやっぱり黒糖を食べます。